じゃあします。皆さん、こんにちは。スタンフォード大学アジア太平洋研究センタージャパンプログラムのウェビナー、コロナ禍の東京オリンピックと日本スポーツ界におけるガバナンスとジェンダーにご参加いただきましてありがとうございます。本日のウェビナーでモデレーターを務めさせていただきますと、プログラム所長の筒井京照と申します。日本ではすでに3月25日には聖火リレーも始まりまして、4月、7月下旬に東京オリンピック・パラリンピックの開幕が予定されておりますが、コロナ禍で緊急事態宣言が続く現在の状況で、開催そのものがどうなるのか、まだ予断を許さないという状況です。開催されたとしても、すでに海外からの観戦客は受け入れないということが決まっておりまして、多くの競技が無観客か、それに近い状態で開催されるという見通しが予想されています。で、通常の五輪とはかなり異なる大会へ向けて準備が進んでいるところですが、日本国内でまた海外でも開催の是非に関して、さまざまな意見が交錯する今回の五輪なんですけども、一体実現するのか、するとすればどのようなオリンピックになるのか、これが本日のウェビナーのまず、第一の大きな論点になります。で、もう一つですね、今回のオリンピック、And 準備の中 another で浮 issue that in preparation した様 for 々 the な日本スポーツ Olympics, 界の問題点、特にそのガ regarding バナンス、especially ジェンダー、governance にまつわ and る問題 gender についても issues in 議論を Japan 深め are ていき going たい to と be 思います。covered. 頻発するスポーツ界And で then we の have power パワハラや harassment セクハラ and などの sexual 問題を解 harassment 決し、アスリートにとって being 理想的 revealed な環境 in を提供 Japan. するにはどうすればよいか。And how are we going to achieve スポーツ ideal 社会と、日 environment 本でですね、for スポーツ社会 the との関わりが athletes どう in あるべき Japan? かなどについて、So 後 we're 半で going は、to そうし touch た問 upon 題も議 that 論を解決 issue していき as たいと well. 思っています。で、そのため So に for 今日のウェビ today's ナーでは、webinar, 日本を we 代表す have る透明なオリンピアンで、日本スポーツ界で globally 大きな影響力を known 持つスーパースター athletes のお二 and 人、有森 Olympians. 裕We 太さ have んと、田臥Yuko 健大さん、Arimori and ぜ Tai ひ今日もお招き Tamesue. することとしまし So て、we 本日 look お話しいた forward しま to す。having a ま discussion ずは私の方から with 簡you 単に説明します。too. 簡単にお二So 人 I'm の、going to introduce 業績を、two panelists ご紹介 today. させていただきたいと思います。So まず、first, 有森 Miss 裕子 Yuko さんというと、Arimori. 皆さんご存知、特に我々の世代、She 特にジャ is パンa というスポーツ界の人は superstar, ご存知ですか。star, and we all know 1992her. 年のバルセロナオリンピッ So, ク女子マラソンで銀she メ was ダルを born 獲得し in て、Aokaima 日本女 Prefecture. 子陸上競技会では1928年、And アムステルダムオリンピックの女子 she 800m で has 銀メダルを取った、silver 人見絹枝さん以来medal. 64年ぶりのオリンピックでのメダ And ル獲得を成し遂げられました。で、また、in 1996年のア1992トランタオリンピックで in Atlanta. も銅メダルを獲得し、女子マラソン4 Atlanta, 大会連続 Barcelona で、was 1992, メダルを獲得するという偉業を成 1996 し was 遂げられ Atlanta て、日本女子マ Olympics. ラソン界の、黄金時代の幕開け And を切る大she 活躍を was されま one し of た。the first その後、国内のプロマラ professional ソンランナー athlete 第1号 professional にもなりまし marathon て、そういう意味でも日本 athlete. のスポーツ界、陸And 上 she 界の was パ one イ of オ the ニア的存在 pioneers でし in た。that field. で、現役引退後は、ランニングやマラ After ソンに関わる活 her 動を中 retirement, 心に、それ以外にも、in addition 国 to her 際オリンピッ running ク委員 and 会 IOC marathon のス activities, ポー she ツと has 活動 served 的社 as 会委 a 員会、member of the 日本陸 international 上競技 Olympic 連盟理事、committee, ハート・ sports オブ・ゴ and ールド代 active 表 social 理事、女 committee, 子オリンピック基 director of 本事務所、Japan association 大of 学スポーツ協 athletics 会ユニ and バース副 federations, 会長などを務 a められておりまし representative て、director of the 2010 heart 年6月には、of 国際オリンピッ gold, ク委員会、a IOC の女president 性 of スポーツ賞 special を任命 Olympics しまして、Nippon and 初めて vice 受賞しまし president た。of the university sports そして続きまして、為association. 末大さんです。為末さんは So, 男子 400m ハードルの第一人者で、is 2000年のDai シドニー、アテネ、Tamesue. He's 2008 from 年北京と3 Hiroshima, 大会 the 連続でオ first リンピックに出 Japanese 場されまし medalist in た。the world 世界 competition 陸上 for でも大活 a 躍されてい sprint ます。event. 2001年のカ He モン、カナダ、エド participated モン in トン three で Olympics 開かれ and た世界陸 holds 上 the で、オ Japanese リンピック record for 100選men's 手権として 400 日本 meter 人初の hurdles as 短距 of 離種目のメダルを獲得、銅メダ Dai ルを獲得 currently しました。serves 続き、2005 as 年 CEO of の、5年の LCS 大会でも銅メダル、2 partners. 大会 He's 連続のメ also ダ the ルを director of 獲得 Shin されてます。Toyosu で、Gwillia 為末 Running さんの Stadium 男子 and the400m ハードル author の日of 本記録というのは今でも破られていな winning alone い、the 49 philosophy 分の89 of という記録 running がまだ残っています。 and で、現役 strength 引退 to された give 後 up. は、現在は執筆活動を So 続けておりま after し he て、retired from デ the フォルタレ professional パートナーズ athletic 代表、activities, 新豊洲ブリディアラ he ンニング has 大会 been の館長を involved 務め in られ、different YouTube 為末 activities 大学、為 and 末 he アカ has デミーを YouTube 運営さ channel んからの、called で、Tamesu 走る大哲学学者というニックネームでも知られていただきありまし and て、ご著 he 書 has も多数 also おありでし written て、many主な books 著作には、ウィニングアローン、走る哲学、諦 including める力、the philosophy そ of して最 running 新著 and の、strength 為末メソッ to ド、自 give 分をコ up. ントロールする100名の技術などが終わりです。In また、2006, 2006年には、テレビ番組クイズミリオネア、he actually YouTube participated in チャンネルで this はですね、quiz 1000万 show 円を獲 and 得されるという、actually won 10 そう million いう特集も Japanese 作成さ yen. れております。
このように日本のオリンピックの歴史、スポーツ界の関係で、they both have a amazing records as athletes, and we're going to hear what they have to say, and also we accept question and answer session. So we are going to have the Q&A chat function here, so you can actually write your questions here for those two guests.So today there were two major news that came in. So IOC for the athletes for, from different from different countries, they're going to provide vaccinations for athletes.And then, so this is a news item actually going to bring up maybe possibly some controversy as Japan, Japanese citizens, some of them actually express their frustration that the athletes are going to be prioritized over other citizens in Japan.And then there have been some sort of criticisms about holding Olympic Games this summer in Japan. And then how are we going to actually have hold and open Olympic Games this summer? So we would like to have two panelists on their opinions. Nice to meet you, everyone. This is Tamesue.今質問でちょっと一つありましたけど、こちらのトランスレーターっていうところ、一番下の右下のところ、こちらをクリックしていただけると、今同時通訳をしていただけるというのがあります。はい。現在ですね、まず日本が置かれている状況をご説明しますと、ワクチンの接種っていうのが、So among the advanced nations, we have been sort of delaying in administering a vaccination for people. And then talking about opinion polls in Japan, 72% of Japanese citizens are not supporting Olympic Games this summer. And the rest, so 30% actually agrees or welcomes Olympic Games, but the rest,is not really happy about holding the Olympics games, or they want re-postponement. So with that situation, 昨年ですとブンデスリーガというサッカーの So in the soccer league, there has been audience, no audience in the stadium, and they have data shared with us. ファンが多いはずのチームでファンがいなくなっている状況なんですが、ホームチームはシュート数が減ると、大体 20% ぐらいシュートを打たなくなるので、選手の積極性がややっているというのが分かっていると、もう一つ興味深いのが、審判がホームチームに出しているイエローカードの数が増えたというのが、ありまして、多分普段はちょっとホームで遠慮して審判がイエローカード出せなかったのがちょっと出てるみたいなこともありまして、they actually have the penalties, more penalties for the away team, but the data actually suggested that the away team actually received less penalties.Without audience in the stadium. So, considering that, and as well as the current situation in Japan, I think opinion poll actually shows the honest sort of sentiment of the people in Japan that we actually don't want the Olympic Games in Japan. So, for all these sports events and musical events, they have been cancelled or postponed.And I think all these events where all the people gather have been postponed or cancelled in the past year, so that might actually impact our sentiments about Olympics as well. So we hear a lot of reports from different media, different news, but there have been so many uncertainties regarding the Olympic Games.
Yeah, もうあの本当に今楽しい気分。Good morning, everyone. My name is Yuko Arimori. かなりもあの古いアスリートですが、今日は本当にありがとうございます。So I am an Olympian. I participated in two Olympic games. 基本的にはオリンピック。でただあのこれはオリンピックの In the current situation has actually been navigating a really hard sort of situations and conditions. So of course there's always the Olympic supporters and people who criticize it. But how どういうThe actual organizing committee is working on this. 組み立てていかれてるのかっていうことってやっぱり最終的にできるできないにおいては大事なポイント。でそこが非常にそこのこう見せ方、発信の仕方、そしてそれに対する準備のまさにそのワクチンも含めてですね、そういったあの大事なことのタイミングを見た。And how to make that kind of presentation, or how to communicate that process with people is really important. It seems like it's actually lacking for this Olympics in Tokyo. So, I can say that athletes are really good.できてるできてない、まあ、自分のパフォーマンスがより皆さんの記憶に残ったり記憶に現れていくのが自分だけ以上プラスやはりそこに人の周りの人たちの思いや、そういった何でしょうね、こうエネルギーがあってのオリンピックの素晴らしさであり、スポーツの素晴らしさを表現できるとしたら今非常にその部分が欠けてる中で言うと私自身の個人的に考えたときに、現状非常に、まあ、厳しいというか無観客でもいいと言ってしまえば簡単なんですが、まあ、それはそれ以上にやっぱオリンピックっていうものがそれでいいのかっていうのも感じてますし、現実はワクチンの物質的なところも非常に厳しい状況になるのかなというふうに感じていて、日々は、はい、悩んだりもすることが多くなっています、yes, 自分では。はい、以上です。選手のモチベーション、今の為末さんのモチベーションというか、自分でちゃんと練習をして、オリンピックに向けて調整していくとか、そういう意味では選手の皆さん、For this global event. So I think I'm sure all the athletes are professionals and they're used to preparing themselves for a big event like this. But I remember earlier, Rikako Ike, the swimmer, she had leukemia, but recovered from her treatment, and then she was interviewed that she was really happy and excited to be able to participate in the Olympics. So when you hear stories like that,選手の方からオリンピックやりましょうよ、一緒に応援してくださいとか。Then I think it's sort of like it's I expected that we're supposed to support the Olympics because of these positive impacts on people. But so however the organizing side, how can we actually change or improve the message or the presentation?私は選手の側の意見をお話ししますと、やはりとても声に出しにくいで、選手の中もみんな意見が統一されているわけでもないです。中にはやっぱりこれは応援してもらわない得ないような状態でオリンピックに自分が出場して頑張れる気がしないっていう選手もいます。で、ただ状況としては日本の選手は比較的国内の中でトレーニングしていて、まあ多くはあるんですけど、そんなに多くの選手は海外の選手と交流しているわけではないので、私のメディアを知る
メディアを通した上で知っている情報の点では、ヨーロッパとかアメリカ、まあ、特にイギリス、アメリカは随分空気が変わってきていて、選手たちのフェイスブックの様子なんかを見ていても、トレーニングもできていて、まあ、東京オリンピックに行くぞという。2つの東京オリンピックは責任があって、まあ、国内の選手に向けてあるんですけど、もっと大きいのは、グローバルに選手たちが頑張ってきている人たちに活躍の舞台を提供するということで、これを決定するというのはやっぱりなかなか簡単なことではなくて、なので日本の選手のちょっと声が出しにくい空気と、あとは海外の選手たちが今、だいぶ厳しい状況を抜けたところの選手たちがだいぶ違ってきているのかなと思います。まさに選手はもうその状況であるし、そうにしかならないと思うんですね。だから選手の中で今回のオリンピックに関してどうこうできるっていうのは、これ非常に難な部分があると思います。でそういった中で言うと、やはりこれを仕切ってる IOC、 オリンピックそのものを組み立てる IOC というものが、今の社会とどれだけ感覚的にコミットできていて、もちろんオリンピズムの根本的原則というのがあるわけですから、まあ、そこを見直した上で、本当にこのスポーツオリンピックは今でどうやって出てこれたのか、うん、何を大事にしてきたのかっていうところを今一度考えた上で、やはりそういうアスリートたちに対する発信も、アスリートたちに今の現状における感覚の発信っていうものの、教育的な要素を含めた、ね、そういったものを IOC が言ってくれることはすごく大事なんじゃないかなというふうに今回すごく感じてます。これを選手が頑張ったから、はい、いいとか、やっぱり大丈夫だよねとか、かわいそうだよねとか、一生懸命なんだよとか、こんな発信はそんなことをする組織ではなくて、その人たちでさえ、選手でさえきちんとこのオリンピックでも通してどう、いい意味でコントロールするかっていう役割を IOC が担ってないっていうのが、今回すごく露呈したかなというふうに思ってますし、やはりそこが一言発するだけで、オリンピック選手たちの思いも今まちまちな思いがあって、やってる選手たちも多いんですけど、そこがある意味どっかの一つに統一されて、ある意味安心につながったり、落ち着きにつながったり、次に向かうという道筋が見えたりする中で、どんな結果になろうとも、それを受け入れるという姿勢に向かっていけるんじゃないかなと。その統制というものがみんなされてないっていう、それ IOC も WHO も JOC も組織委員会も、全ての人がただその選手のちょっとしたこう動きに対して一喜一憂して、そうなんだそうなんだって言ってやってること自体が非常に which is a reality right now. I think that confuse the public and then doesn't really change the public opinion about the Olympics and hence making the athletes to really agonize.ところが、去年から全くもってこのオリンピックの30%のパーセンテージは変わらない、変えれない。でこれが変えていけるという流れは、多分非常に今から作るのはかなり難易度の高い状況にもなってしまってるんじゃないかなと。 IOC がよほどこの根本原則をもとに何か発信を WHO とするぐらいの勢いじゃないとっていうぐらいまで来てるんじゃないかなという感じてますね。はい、ちょっと付け足しますと、おっしゃるように選手に今の現状を話してくれている人がいない状況なんです、ね、だから選手たちがコーチと自分たちで考えながら動いている状況で、なので選手たちに対してずっとメッセージを伝えて、こうでこういう状況で、まあ、仮に中止の可能性があるとしても今このぐらいの確率で、まあ、そこまで言うかどうかは別にして、選手とコミュニケーションの人がいないっていうのは大きいと思います。だから選手たちも持ってる情報の質が違いすぎて、発信がかなり怖くなっていってるというのがあると思います。うん、I agree.
言えば、ちょっといいですか？あ、ごめんなさい。あ、ちょっといいですか？あの、非常にですね、日本のアスリートたち、まあ、I don't, not that I know all of them, まあ、選手っていう呼び方ってこれ独特なんですよね。アスリート、まあ、英語でアスリートって訳してくれてるんですけど、あの、選手って、まあ、誰かに支配して、まあ、選んでもらった、あの、手の上でこうね、選んでもらっている存在っていう、まあ、ような表現、あの、意味合いもちょっとあるような中で言うと、やはり非常に、その、個々の意思とか、思いとか、そういうものをなるべく出させないでおこうという、まあ、その現状、現場の作り方、作られ方っていうのは、まだまだ根強いところがあるんです。だから外の情報を入れたくない。知らせたくない。なるべく自分たちでコントロールできるようにしていきたい。っていうのが、非常にまだまだ根強い現場は語るんじゃないかなっていう。あの自立したアスリートっていう言い方をし始めたのは、本当ここ最近だよね。あの、なんとなく、あの、やっぱりだいぶアスリートって言葉を使い始めても、完全に選手、選手って言ってる時って、あの、そこがものすごいクローズドな、現場がクローズドな情報も、あの、行動も。そういったことは今そういうのが響いているのかなというふうに、あの、今タメスの話を聞いて思いました。Opinion. That's quite interesting. 面白い質問ですね。選手って言葉時代も含めて、その辺の自立した選手、特に日本の中での独自な選手の言葉みたいなことも後で、as far as the difference between player and then athletes, but let's move on to the IOC conversation. Oh, actually, before that, in terms of the Tokyo Olympics, whether what the final decision is, that does that lie with the IOC as far as whether it's going to be canceled or delayed or what?And last year, when Olympics was postponed for the very first time in history,そういう決定もあったんですけど、これやっぱり、その時にはその IOC と、開催都市の首長であったり、開催国のトップ、いろんなところで相談があって決まったことだと思うけど、今回も、But this year as well, I read that if Japan decides a cancellation, would there be, and if there's a lawsuit filed against the hosting nation, then the hosting nation probably wouldn't win. But I guess the authority relies on IOC, correct? That's what I believe. Yes, it's really not the country, nation of Japan, it's rather the city, the Tokyo, city of Tokyo itself that is.That is a host of this Olympics. So, although we say it's Tokyo, but it really is a nationwide Olympic Games. That is a reality.原則論から言うと、五輪担当大臣という立ち位置が日本にあるんですが、これはちょっとおかしな話で、本当は都市の中にいなければならないということになっている。そうです、原則論です。ですので、中止のプロセスだけすると、あの、進言をするって形でしょうね。こちらから。それで IOC が最終的に決定するという形なんだろうと。 from the formality should look like Tokyo would be suggesting or to state their opinion whether the decisions in the IOC are going to be final. 逆に質問で。例えば、for example, for WHO, 国際機関のその、まあ、健康に関する WHO が何か、for them to do something, その結果の結論の方向性を揺るがしていくっていう立場にもなれるはなれるんですけど、はい、まあ、もちろん、あの、世論はちょっと僕は、あの、そうからないですけど、やっぱり世論は大きいと思いますし、あの、いろんなステークホルダーの方が、あの、意見を言って、それで最終的には決定されるということなんだろうと思うんですけど、ただ、あの、今まで、あの、オリンピックを開くHold Olympic Games. No one has ever even thought about this level of risk to be associated. So there is a decrease in the cities that would be willing to host
年も立候補してその中で選ぶっていうことができないぐらいに肥大化してるってことと、もう一つは今回のことでリスクがだんだん顕在化してるってことは、まあ、そのバッハ会長が来週ですか、来週ですか、日本の IOC President will visit Tokyo next week or 2 weeks. And I read in Washington Post that Responsibility to make some sort of commercial decision. There's also broadcasting rights from the U.S. TV broadcaster, which accounts for about 70% of the income for IOC. And there are other companies, private companies, which account for about 10%.So that really is a huge amount of money that the sponsors are giving. So if they don't hold the Olympic Games, then they will not get any of these sponsors won't be. So this kind of structural issue, I can say, really is the underlying factor that we are looking at. So what do you think about that notion?Yeah, allow me to speak about what led up to this. So the previous Los Angeles Olympic Games, this structure was made. You see, Olympic Games there was an intention to make Olympic Games more commercial. You see, because previous to that, Olympic Games created such an enormous amount of debt to the hosting city. So from that Olympic, the Los Angeles Olympics, they decided to incorporate the broadcasting rights, and then they're hence creating generating income there. So that was successful, and then creating this commercially supported Olympic Games, and it was praised for its success back then. However, I think the issue right now is, for example, you see the media sell their rights, but there's also social media and then other smaller entities. And then when I was an Olympian, it was about 2008, back then we were banned from voicing anything in our social media accounts.You see, because their rights have already been sold to a bigger media, so we were banned from voicing anything on social media. But we can't really compare the 2008 what we have right now. You see,本当に現実的にそこにいる観客も選手もみんな、例えば開会式の風景を発信させないなんてことができるのかっていうのを含めて、cannot prevent any spectators from broadcasting from their phones to their social media accounts from the stadium. That really isn't practical or realistic. And another issue, I think, is オリンピック競技というのが実は高齢化、ファンの高齢化を迎えていて、それで今新しい競技でサーフィンとかスケートボードのような若い世代の選手がオリンピックに興味を持つように for younger generation. But the issue is how to convey the attraction or the attraction of Olympic Games to the next generation. There really is a situation of the aging of the supporters of Olympic Games. Yes, I agree. I think there's a systemic issue.まあ、さっきから言うようにオリンピズムの根本原則その中の内容そのものももちろん基本のものはベースちゃんとあっていいと思うんですが、大事だと思うんですが、やっぱり時代世代に合わせてこれだけ大きなものがずっと同じ内容でなされていく。でここにはそういったその商業的な、ね、利益のことなんていうのもある意味ちょっと否定しているような内容が入っていたりして矛盾しているわけですね。もうそのオリンピック根本原則が矛盾してきている、そのやってることとっていう、そういったことをずっとこう継続これからやっていくっていうにはかなり
本当にあの全てにおいて限度があのだんだんこう限界が来てるし、いい意味で変えていくタイミングにもう来てるんじゃないかなってみんなが思い始めてるし、商業主義が決して悪いわけではないし、ただ商業主義のその言い方あの捉えられ方が周りが変わらないのにこれが進んでいくから、あのどこかに合わないことを作る人がいつまでも減らない、で結局受け入れられない、で結局何か起こると言葉の端々を取って矛盾点を取ってとかあのっていうところで進まないものが結構あると思うんですね。なので、まあ、本当にこのいろんな制度を変えていくプラスこのオリンピックそのものの根本原則も多少なりとも時代に沿うものに変えていくという努力を IOC がしない限り、あの都合によってこのポイントだけは変えてこのポイントだけは継続してっていうようなことはもうこれからの世代時代特に 若いあの人たちには通用していかないんじゃないかなっていうのはあのすごく感じてます。本当に難しい考えですよね。このホストシティのコストがどんどん上がる一方で、まあ、民主主義的な国では、まあ、国民市民がそれに反対するのはなかなかコストっていうところが出てきて、それでさっきあの亀田さんもおっしゃったように、民主主義的でない国がこれからホストするところに増えてきて、この今度の東京オリンピック北京に選ばれるのは最終的な、あの投票では北京と、カザフスタンですかね、残ったのはというような状況がこれからもどんどん増えていくかもしれないので、この問題っていうのは本当に IOC 世界全体で考えていかなきゃいけない問題だと思うんですけど、ちょっとそこに絡んで、あの選手に、政治的主張の問題ですね。これ特にアメリカでは今話題になっていることなんですけども、でこれ今のところ IOC は認めないと、でどこまでを認められなかったらちょっとまだはっきりしないところもあるのかもしれないですけど、例えばそのアメリカでフットボールリーグでコリン・カペル選手が膝をついてその、アメリカでのコミュニケーションに対しても問題提起したっていうような報道も指定されるので、で実際にその1968年メキシコ大会で有名なですね、あのブラックパワーサルートと呼ばれるアメリカ系アフリカ系アメリカ人選手が表彰台でクロスを突き上げて抗議したって、そしたらこの2人はすぐにもう戦いたいという方だったので、万が一今のオリンピックで例えばブラックライブズマター、東京オリンピックが追放されるとかみたいなのがあったら、これちょっと大問題になると思うけど、その選手の政治的主張の禁止っていうのはこれなんか見直される可能性っていうのはあるんでしょうか、それとも見直されるべきではないっていう意見もあると思うんですけど、この辺どうお考えですか、選手的な問題ですか。はい、あの私個人の意見で言うとこれは容認していくべきだなと思います。これはもちろん幅ありますけども、実際に感じたことで言うと、冬季五輪、ソチで行われた冬季五輪の時に、LGBTQ 性的少数者の方たちの権利を主張するようなことに対して禁止をする確かルールを設けたんですね、選手村の中で。でそのことに対してとっても反発があの選手の中で起きたということがありまして、まあ、逆側があり得るわけですね。政治的主張しないっていう立ち位置っていうのは要するにあの今の社会課題に対してアプローチするっていう手法を全部止めてしまうことになるし、あと大きいのは私たちの時代はまだ国籍単位でそれぞれのグループが応援するっていうものが、まあ、例えば移民の選手団がオリンピックに参加をしたりとか、まあ、自分自身の少数者を励ますために自分のバックグラウンドを明らかにして、そういう国を超えた連帯っていうのが起きているの、これ素晴らしいことじゃないかと思うんですけど、これらを全部禁止してしまうことになるので、やっぱり自分自身の主張っていうのをある程度するっていうのは利用されている。その上でその多様性をAcross the nations. So that needs to be encouraged, I believe. So that, I think, goes really well with the philosophy of the Olympics. まあ、私も個人的な意見なところはあるんですけれども、どんどん押し通していくっていう内容を制限したりとか、まあ、禁止するっていうのは私自身は
まあ、これからの時代に学校していくのかなって、スポーツが社会になんで意味があるのかとか意味があるのかっていう内容に非常にそぐわない禁止状況になってくる内容になっていくんじゃないかなというふうに感じてます。まあ、なんでかって言いますと、まあ、今これもちょっと矛盾してるなと思うんですが、IOC はどんどん国連と組んでやってきますので、で国連のその SDGs っていうこれがまさにもう社会のそういった主張であったりとか、世の中を変えていきたい社会の問題といった発信をしなきゃいけないっていう内容と絡めて現場を作っていこうとか、そういったことに問題定義をして、アスリートたちにそういったそのスプレッダーとか、まあそういうメッセンジャーとしてどんどん発信してもらおうとかっていうようなアクションを、特に今この2020の大会なんていうのは、SDGs の重要性、大切さをスポーツを通して世界発信を知ってもらおうっていうようなことを掲げてやろうとしている大会、まさにその意味を持った今までにない、よりそういったことを踏まえた大会に対応しようっていう大会なんですよ。本当はですね。だけど結局そういった結局聞いてると、その SDGs にも関わらないようにも LGBT もそうだし、LGBT もそうだし、他のいろんな移民もそうだし、他のいろんな移民もそうだし、全部絡めてますよね。じゃあそれに対して意見を持った選手の発信とか行動を、じゃあなんで禁じるんですか？なんかすごくやってること、現場で作ってる、見せてるその、アナウンスしてることと現場でやっていい、やったらダメっていう、そういう規制をかける内容があまりにもずれてる。うん、なんか発信の時だけ、アナウンスの時だけ、こういうことを国連と絡んで、世界発信する大事なものなんて、大会なんですよ、だから皆さん参加してくださいねって言ってるのに、中では結局それを猛烈にして何もできない大会にしちゃってるっていうことが、今現実な現実をやろうとしてることなのかなっていう、非常に矛盾を感じます。そうですね。で、実は私自分がちょっといいですか？ちょっといいですか？ごめん。私自分がまああまり役に立ってないんですけど、IOC の中のスポーツ&アクティブソサイエティコミッションっていうのメンバーなんですよ。で、ここは要はスポーツをこうした社会的コミット、まあ社会的活動をいかにどういうようなものをやっていけるかとか、そこを考えるコミッションで、IOC がこれからより力を入れていくために、ものすごく人数を、このメンバーを増やした、わざわざ作ったセクションなんですね。で、これに力を入れていくってことも踏まえて、UN と改めて、社会をのでのいろんなことを考える、スポーツ、オリンピックっていうものを組み立てていこうっていうふうに、で、お金もそういった活動した人たちに出していこうっていうようなことをしてる、実はコミッションなんですよ。なんでいうと、まさにね、こういうコミッションに力を入れてるっていう割には、まさに現場で やろうとしてることが、これちょっと会場からの質問コメントも取り入れながらお話しますけど、選手政治を主張する場合に、その選手にとってのリスクっていうのは、運営の場合ある程度考えて引き上げなければいけないっていうのは、例えばそのさっきお話した先ほどのビアの地区大会で1位と3位がその黒人のアメリカ人選手で、アフリカンアメリカンアスリート、オーストラリアの選手ですね。I think there was a documentary createdその後、まあ、一緒に手を挙げなかったけども、その、同じバッジをつけて、黒人の2人をサポートするような行動を取ったことで、まあ、当時の主導権を取っていたオーストラリアで、非常に不安にあって、オリンピックに出れなかったりと、いろんな彼自身が非常に被害されたということもありまして、そういうような面も含めて、その、まあ、IOC 全体としたりとか、ジェンダー、racial issues、そういうことに関してはかなりコンセンサスを持って、ね、考えていける問題だと思うので、そういうことに関しては非常に言ってもいいんじゃないかなと思います。同感でお二人からの意見を伺って、勇気づけられたと思います。ちょっと日本スポーツ界の話、ちょうどジェンダーの話、ちょっと日本スポーツ界の話、今、we're talking about gender。
it might be a good segue to talk about what's happening in Japan. 今回アメリカでもこれニュースになったぐらいで、Mori, former chair Mori, back then, he had a sexist remarks, and he had to resign.彼が指名して川淵さん、笠三郎さんが批判されて、最終的には all these his exit strategies have been criticized, and then Ms. Hashimoto actually took over his position after that. 発言などもまた問題あったりして、もう全体的にこう the organizing committee in Japan 日本の組織委員会の感覚っていうのが世界のジェンダーに関してだいぶずれたところにIn a void away from actual social norms or global consensus regarding gender. What kind of path can we take, or how is it going to be addressed in the future? If you have any opinions on this, so yes, in Japan, we have a huge gender gap. Based on World Economic Forum's data, among the advanced nations, we are one of the lowest ranking countries in terms of gender gap.4分野での評価だったと思うんですが、特に政治経済のリーダーシップの領域です。これがまあ圧倒的に低くて、それは最終的に女性役員の比率が少ないとか、まあ政治家の数が少ない。In terms of sports, 9% of the athletes or players are male, and then female players are less than 20%, not maybe close to 10%. So culturally,It's that's the foundation, that's tradition, that's there's a really thick barrier and wall for female students to change that. And then we already have this tradition. So I think the one way to approach this is to have a prescribed sort of a ratio, male-female ratio, and we have to actually change that from there. There's a famous experiment in theThe states. This is the orchestra, symphony orchestra. And then, if you play an instrument for an audience, and then 90% of the symphony members are male. But if once they draw a curtain and they can't see who's playing the instrument, and then the symphony members become half male, half female. So I think those kind of gender bias is really a sort of ingrained, really unconscious. So unless we change the system first and then それがずっと日本社会でぐるぐる回ってしまっているので、まずかなり強い男性側によったバイアスを持っている前提に立ってどうやってそれを打ち消すかっていう、 もう個人の努力というよりもそういういくつかのルールや制度で May not be enough or sufficient to change this as a society as a whole in Japan. And then some of the long distance runners, female runners, they are missing their periods, menstrual period. And then a lot of male coaches, they don't really even address that or know what's happening with female athletes.こういうことを冷静に感謝を issues like this 考える needs to be considered and discussed among female participants or female players. 男性の優遇バイアスがどういうことかということを理解してる上で、understanding there's a gender gap. まあその対象になっている女性が変な話で落ち着いて。But then we have to think about this issue and then come up with ideas in a really calm and non-emotional
話ができたりとか考えたりする場が、and then we have to have that situation where we can have that meaningful, fruitful discussion. But a lot of people get really sort of emotional. あの過剰な反応で、女性蔑視だとか、女性がないがしろにされてるっていう方向にガッて持っていって、結局こうなんでしょうね、あの継続性のない感情的なもので、その場だけは作られて継続はしないっていう、まあバイアスがあとまで終わっちゃうっていうような、より強固なバイアスがかかっちゃって、and then I think that actually encourages or deepens that kind of social bias even more. So maybe I including myself when we talk about sort of population issues, women issues, and also human rights issues.まあ、先ほど言ったその女性男性指導者のことでの女性女の子のその性のことも含めて考えてると、この問題を誰がどういうふうに考えてちゃんといけるかっていうところはすごく大事かなと思います。その周りのスタイルに流される前、日本の今のまさにスタイルがどういうところに何が問題があって進まないのかっていうのを本当に検証しないと、今言ったその為末君が言ったような内容が、There really is not a lot of people who can focus on thinking about these issues and formulating solutions for this. There is a balance issue in the athlete world in terms of gender, and there's also sexual harassment, power harassment.スポーツ組織やスポーツの現場で、最近かなりね、いろんなスキャンダルが、このスキャンダルが popped up in the sports world these past few years. So given that, for example, in Japan there was a university American football scandal, and the media really shed light on it.取り上げられるようになって、ボクシングからレスリング、体操、空手、まあその J リーグとかバスケットボール、B リーグなど含めてあらゆる分野で、パワハラ、まあそれは選手と監督であったり、あるいはジェネラルマネージャーと監督であったり、いろんな関係で、パワハラの問題とかセクハラ問題とか出てきてると思うんですけど、これ、まあ、その日本に限ったことじゃなくて、I see the issues in US or South Korea and other countries. こうしたその、But these power harassment, sexual harassment issues, when you think about this, I think a lot of people wonder why these issues happen so frequently in this sports world. So what do you think?の国で言われるのは、まあ、比較的命令がはっきりしたものをどうやってみんなが正確に遂行するかっていう、こういう構造になっていった。一方でこれスポーツが発祥に近いんです。スリランカでは豊かな人しかスポーツをしていなかったので、どちらかというとリーダークラスを育てるために、まあ、自分たちで考えて行動するということを促していて、なので、監督というか、so the authority or the power of the owners or the coaches are pretty small in sports like rugby. But on the other hand, something like baseball, in Japan, coaches actually can make specific orders as far as you know when and how to throw the ball, how to pitch. So, given that background, there really is a
教会になっていて、a governing body that was made for the that oversees Olympic Games. So when you look at governance, the sometimes top head changes, but the procedure as far as how to replace the top is really not in place. Another aspect is that Japan doesn't have any license concept among the coaches. So in other words, if a coach is found out to be abusive to his students or our players, he or she is not necessarily banned from becoming a coach somewhere else. So Japan, yes, we had a successful picture as far as sports being spread out pretty quickly, but there were so many issues that hasn't been dealt with thus far. Yes, all I can do is really agree with you. Just to nod. セクハラ. Right, yeah, sexual harassment. ちょっと私はそういうそのスポーツの成り立ち、成り立ちというか海外と日本の違いっていうのはちょっとこんなに細かく詳しくは知らなかったのでだからなんだろうなっていうふうにだからすごくその命令を遂行するまさに特に女子選手に多いのはやっぱりコントロールされることが心地いいコントロールされることが心地いいコントロールされることがやっぱり As long as they follow the orders, they'll be fine. You know, I think that is sort of the fixed idea that they have been planted with in their minds. That was what they were taught at school. At school, they had after school activities, which actually played a huge role in Japanese sports scene, but also PE classes. The same thing happened. The teacher gives order, the instructor will give you order, and then you had to follow. And most of those instructors will be males. So that was a type of style, became sort of a common sense.Became a norm. And so they, if they graduated, they became independent or they started working as an athlete. They still have that notion in their head and they simply accept that notion. And sometimes, you know, that style doesn't generate results. So they really don't have any room for doubting that idea. When somebody else points out a different angle, they really don't think about that way, you know. And then once they're told to do something else, they would just simply accept it and simply follow the order. So once I became independent as an athlete and I became a professional athlete,I am one of them. But when I did that, for me to hire my instructor そういったプロスタイル、as a female athlete, まずその皮切りやるなんていうことはかなり抵抗を持たれたのをすごく今思い出しますね。やっぱ指導される中でコントロールされる中でやることが。Follow the orders really was the norm back then. So for a sports player to, そういうなんでしょうね。How can I say? 限られた形の中から外れようとするようなことはまあありえないっていうような。Really was そういう unthinkable. 空気は非常に長い時間あったんじゃないかなって思いますね。So, だから選手はいつまでたっても考えないし、still, they don't really think on their own. They don't even attempt to change things. They just simply accept. 弱さは、まあ弱さなのか、I guess I can say that as a weakness. まだまだ抜けないし、やはりまだそういった考えで選手を、アスリートを教えてる、based on those thought system.The male instructors who incorporate that in their instructions. まあ、5には引退というものはないので、やはり
no matter what kind of problems happen, they always go back to that style. So that's why things never change. Sports used to be something fun, something that was enjoyable, but then it became part of the educational system in Japan, and then it became something that you must persevere, it became something that people just had to really struggle with and work hard at. And then, really, when you approach sports and from that angle, I'm not sure if that really is appealing enough for the younger generation. No. I think what we need really is an environment in which sports activities are encouraged and supported. And And I think, you know, athletes, they are just, there are different bodies that can support the professional athletes. But what do you think? How can we increase the population of sports? How can we better improve the governing bodies to support people who play sports? Yes, what I believe is most important is it's not so much, this is really not limited only to sports, but it really is a whole Japanese society issue as a whole. In the 1980s and 1990s, we had sort of a small baby booming time. We have a large population, and Japan was supported, Japanese economy was supported by a few industries like automobile industries. And then a large population of people were sent to these industries. And that was a style back then. But I think it still exists. It's still, things have changed, but that framework hasn't changed. So same with sports. When you're in high school, there are about 100 to 200 players in one team. And So most players really are not the regular members. But in Europe, the whole national leagues are banned to do up until middle school level. But they actually have leagues in different teams all across the nation. What they are doing is that they're supporting all population and encourage people to join sports. And they also end up enjoying sports, you know, when they get older, when they're in their 70s and 80s, people are still enjoying sports. And I think this really gives a good impact on the ways of life. But when there's such competition from the younger generation in playing sports, most people are not selected, so they really don't get a chance to enjoy sports. I don't think that really is aligned with the spirit of sports that was originally created. So sports should be done or played, enjoyed, not only in a very limited time, but it should be enjoyed all people's lives. There's an organization that was created by Kennedy family that was created for the intellectual disabled people. And then organization's purpose was to enrich the society through sports and for new generations to be created to enjoy sports. In the educational setting, to teach sports. This is something that I really think can be used or utilized
in order to broadcast society, the appeal of sports. You know, there's also Special Olympics. For people to directly connect way of living and sports. This is something that I think it can be, can be done in a very simple, very clear way. And of course, with the sports event for the disabled population, could show the rest of the population that they are part of the society and that they are able to enjoy sports, just as people without a disability. So this kind of activities, I really think is really encouraging, and I think this is also appealing to college students or our younger generation, the next generation children and such. I want them to really get to know about this and for them to have this kind of environment. So again, for this next generation to be in that environment, for this concept to spread out in the society, I think this is something that can be made through the Japanese sports, sports field. Thank you. I think time is really tight right now, but we have a lot of questions, and I apologize, we're not able to answer every single one of them, but one of the questions said, You see, I don't think Tokyo will be ready to host another Olympic in the near future, but 1964 was the last Olympics in Tokyo. So 30 years from now, let's say Tokyo Olympics did take place this year, and when we look back in 20, 30 years from now, what kind of legacy do you think we can leave for the next generation? If you could mention that just as a final remark. That we experience in our society, and then we can see that in media. But I think in sports, we can kind of like get over that, and we can actually be connected as people and as athletes. So that kind of value. I know it's really difficult to use some kind of numeric index to measure this, but that is one of the legacies of the Olympics and Paralympics. And then if we can inherit that legacy of human connection through the sports, I think it's our desire. そうなんですよ。今回ね、この質問必ずどの現場に行っても聞かれる。So this is something everyone asks me. だんだんレガシーって言葉何だったっけって考えなきゃいけないぐらい。This legacy, that the meaning of this word legacy, I'm always struggling to come up with good answers for that. が言えない。っていうところまでなんかこうそのオリンピックスポーツというものが来ちゃった。And then I feel like
sports in general and the Olympics context, I think that word legacy has been sort of overused and have different meanings, and I am recently sort of become more aware of that fact.そこだけで考えてきた。So I've always recognized sports as one thing, but now I feel like it's at a point where we have to actually rethink and reimagine what it is, and then how the future of sports, Olympics and Paralympics, and how they impact in a more advanced.受け入れていけるであろう道を筋を作る。With or without the actual Olympics, I think そういうことを we are at the point where we have to really think about this. We have to really contemplate on how they should be going forward. So maybe we actually collectively experienced this pandemic. I think we were actually forced to face this and face what the sport is all about. I believe art, music, and sports, this ability to feel.I think it's one of the most critical sort of aspects of our human life, so to bring us energy to live, and this is one of the aspects. And I think it's really critical to nurture that energy for next generations, and then really This was actually the, I think that the legacy of this Olympic is going to be something like this. Thank you very much for your insight. Yes, in the COVID pandemic, I'm a professor at a university, and then I was actually forced to think what is this essential sort of daily businesses in the situation where we have to kind of shelter in place and work from home. So this was one of the opportunities. It's been, for me, an opportunity to really think about what is essential to human life or to myself. So I understand that you're going to participate in the flame bearing ceremony. I don't know. I'm really trying to decide if I should go to Okayama or not to participate.感染者が増えてるんですけどね。まあだから本当なんかこういうのをとっても、不要不急だめ、緊急事態宣言出てても、聖火ランナーは東京から岡山に移動しなきゃならない。Sheltering place situation。っていうこういうことをどう説明するかなってできるかなって本当に思います。こういうちっちゃなことかもしれないんですけど、それに自分が本当に行っていいのか、動いていいのかどうなのかってことさえも考えなきゃいけないような、そういう状況です。亀瀬君もそうか。生活の様子も、is in my daily life, and Tamase san, you're going to Hiroshima as well, right? So 本当そう思ってます。なんか、まあ悩ましい毎日。Yes, we, I think everyone is. 患者様ね、過ごされてると思いますけど、まあそのあのとかっていいですか？あのこれ質問とかってもしよかったらどんなで questions there? もしできれば。あ、そうですか。はい。なんか後で書いてはい。いただいたので、大変な量いただいたんで本当に皆さんに。Yes, thank you for your questions here.So I hope this torch relay is going to come back to the main Olympic stadium with welcoming atmosphere. And Janet, who organized this event, and also simultaneous interpreters, Lisa and Chiyo, thank you very much. And then to distinguished guests, Yuko Arimori and Dai Tamase, thank you very much for your time.